こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは山台セコマニンニク鶏白湯ラーメンになります。原品のご提供ありがとうございました。セコマさんの丼型は製造が凄麺で有名な山台さんということで、美味しさの面からめっちゃ楽しみです。よろしくお願いいたします。いただきます。セコマさんの丼型初めて頂戴します。山台セコマニンニク鶏白湯ラーメンでございます。はい、低価格帯カップ麺の平均的ビジュアルです。それでも鶏白湯楽しみですね。はい、ニンニクもどこまで来てるのか。それではまずは一口いただきます。これでいいんだよこれでいいんだよ。うん、これでいいんだよ。128円ですよ。これでいいんだよ本当に。これで世にあるカップ麺のほとんどがこれ2個分のお値段って考えると、これで十分じゃないですか。十分すぎると思います。はい、素晴らしい。うん、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のパンチ、はい、まずはニンニク風味が刺激的、香り立つニンニクでパンチを効かせた鶏白湯ラーメン。はい、ニンニク香ってます。あのそれほどいわゆるニンニクドーンっていうのが売りの商品ほどじゃないですけど、ちゃんと香ってますね。で、口の中にこのニンニクのこの歯の裏側のしぶしぶしぶっていう感じとかね、よく出てますよニンニク。はい、次、鶏のまろやかな旨味が特徴のスープ。はい、これも美味しいんだな、これこれも美味しいですよ。ちゃんとね、鶏の旨味とオイルの感じがいいですね。これ鶏系のオイルだと思いますけど、オイルの感じがいいですね。はい、次、後入れ火薬のニンニクがポイント。これ先入れだったらやっぱりへたっちゃってたかもしれないですね。後入れだからこの感じが出てんのかもしれない。最近後入れニンニク多いですけれども、なかなか香りでも味でもパンチありますよ。はい、ということでおしゃべりしながらいただきます。128円、すげえなーすげえな、素晴らしい。一瞬袋麺がよぎるぐらいのクオリティですもんね。これはセコマさんだからできたのか、山台さんだからできたのか。山台さんのセコマ商品初めていただいてますけども、山台さんだからできたのか。うん、素晴らしい、素晴らしいの一言しか浮かばないです。うっとりタイム、うっとりタイム。これ一応山台さんの油揚げ麺なんで、山台さんのナショナルブランドで例えるとニュータッチ路線、ニュータッチも最近ノンフライ出始めてるみたいなんですけど、ニュータッチ路線ですね。それにしてもうまいなこれ。いわゆるスナックスナックした感じじゃないんですよ、麺が。ちょっとね、油揚げ麺の特徴っていうのはやっぱり出ちゃうんですけど、いわゆるスナックスナックした油揚げ麺じゃないですね。
柔らかく入ってくる。で、ちゃんと麺の美味しさが入ってくる感じ。で、この麺の中に結構いろいろ入ってるみたいなんですよね。チキンエキス、ポークエキス、それから野菜エキスなんていうのが入ってるみたいで、麺そのものも結構美味しい味がついてるみたいですね。山田さんと言いますと、もう凄麺で有名なくらい、麺がね、素晴らしい企業さんですから、そういうところが反映されてるのかな。美味しいです。はい。スープも泥スープほどじゃないですけど、ちゃんととろみがあって、しかもこのフライ麺との一体感バッチリですね。このスープにこの麺みたいなのもバッチリですよ。鶏の美味しさが前面に出てて、ニンニクの風味もそれをアシストしてますね。このスープの原材料を見ると、やっぱりチキンエキスがメインみたいなんで、鶏の旨味ちゃんと出てますね。素晴らしいですね。しっかり美味しい。はい、美味しいです。うん、鶏白湯の感じよく出てる。これね、200円超えてもいいんじゃない？マジで。マジで。そのくらい。これででも200円超えたら特徴消えちゃうのかな？どうなんだろうな。200円超えても多分食べる人いると思います。128円です。量的には内容量 93g で麺 65g なんで、丼型の中ではまあ比較的少なめの方ではありますけれども、問題ない。うん、問題ない。こんだけ美味しければ問題ない。150円でも飛びつきます、これ。僕。ちょっと麺がくたってきましたけど、収録始めてもう9分経ってるんですね。これカットしてるんで、もっと動画は短いでしょうけど、9分経って麺がちょっとくたっとしてきましたけど、こんだけ生き残ってれば十分ですよ。本当に。十分ですよ。本当に美味しい。うん。しかも麺に味がついてるんで、ちょっとくたっても味が美味しいんですね。歯ごたえとかそっちじゃなくて味が美味しい。うん。素晴らしい。絶賛します。はい。絶賛です。今日は大絶賛で終わると思います。でもセコマさんの商品って、まあ、これもネットでたまたま見かけた情報なんですけど、基本的に通年発売ってないんですってね。みんな限定もので、ある程度売ったら終わっちゃう。これが期間なのか、それとも数量なのかわかりませんけれども、ある程度売ったらいなくなっちゃう。もったいないな、これ。また出てきてほしい、ね。で、セコマさんの丼型っていうのは山田さんが製造されてるパターンって多いみたいで、今回これね、ご提供いただいた品ですけれども、これと合わせて、二つ、丼型またご提供いただいてますんで、楽しみ、楽しみ。楽しみ増えた。これ、ラーメンライスでもいけるかもしれません。麺に味がついてるし、スープの味も美味しいし、そこそこ味も濃いんで、これを、こう、キュルキュルキュルっとライスの上に巻いて、そのまま、カパッって食べる。めっちゃうまいかもしれないです、これ。はい。めっちゃうまいかもしれない。うん。ニンニクの強さで言うと、やっぱりこれマスクはつけた方がいいかもしれないですね、食後ね。うん。そのくらいではありますね。一部のニンニクに特化したものすごい商品ほどじゃないですけど、やっぱりそれなりに周りには気を使う感じです。はい、残り、これだけになりました。名残惜しい、これ。なかなかでも手に入んないですからね。困っちゃったな、どうしよう。はい、それでは残りこれ一気にいただきます。美味しかったな、これ。美味しかったです。そのものでいただいて十分美味しい。はい。コスパ考えてもちょっと信じられない値段です。128円でこれって。で、ここにちょっとニンニクチューブちょい足ししたり、あるいは余裕がある方は分け木、万能ネギですね。ちょっと刻んで入れてもいいですし、ごまなんか入れてもいいですね。吸ったごまでもいいですし、吸ってないごまでも多分合うと思います。はい。大変美味しくいただきました。どうも。ありがとうございました。新しい世界いただきました。どうもありがとうございます。ごちそうさま。リスペクトタイムです。今回は山台セコマニンニク鶏白湯ラーメンをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、国内不平等条約という感じです。ありがとうございました。とても美味しくいただきました。うまい。これは
国内不平等条約ですね。セコマさんがある場所でしか手に入らない、手に入りづらいというのは国内不平等条約だと思います。128円は安すぎですね。麺はフライ麺なんですけれども、ポークやチキンや野菜のエキスがちゃんと配合されてて、麺自体にきちんと味がついてるので麺がへたってきても非常に美味しい。スープは鶏パイタンの鶏の感じはそこまで強くなかったんですけれども、雑味がなくて素直で、塩味とニンニクの強さが魅力で、麺との一体感が素晴らしい。僕1日1杯これでもいいです。多分数ヶ月続けられます。はい、というわけで今回は山台セコマニンニク鶏パイタンラーメンをいただきました。今回も非常に美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。